どうして私が嫌われているのか全部話します。出演作品は数多く人気キャラのココアや一色いろは、最近ではスパイファミリーの新キャラフィオナ・フロストも務めているさくらあやねさんですが、本当に嫌われているのでしょうか。またどうしてそのような噂が立ったのでしょうか。時系列順にキャラクター紹介を交えながら一緒に見ていきましょう。時を戻して2009年、さくらあやねさんが初めて出演した作品、超劇場版ケロロ軍曹誕生究極ケロロ奇跡の時空島でありますにて、さくらさんの声優人生が始まります。この時はまだ高校1年生の時です。この高校生活を後にインタビューで聞かれ、その時の答えがさくらさんは嫌われているという噂につながった一つでもあります。というのも、さくらさん高校に入るとほぼ同時に声優として活動していたため、忙しい生活を送っていました。また元より話しかけることが苦手であったさくらさんは周囲と関係をうまく築くことができず、一人の時間が多かったと語っています。この話だけでは嫌われているという噂は立たなかったと思います。ですがこの後に出てくる話と合わさると信憑性が高まっていってしまうんですね。そしてデビュー3年目にして初めての主演、アニメ夢食いメリーの主人公の一人であるメリーナイトメアに勤めました。この辺りからさくらさんを知っていた子さんの方はどのくらいいるんでしょうか。もし知っていた方はいいねボタンで教えてください。2012-13年頃になるとさくらさん大学生活と両立するようになり、声優としての活動も波に乗り始めた頃で、サイコパスにも下月美香役として出演したり、君のいる街では三島明日香、のんのん日和では越谷夏美などどんどん出演するようになり、名前が少しずつ上がってきました。この頃からインタビュー等を受けたり表に立つことも多くなってきて、周りとの協調性や鋭いトークも魅力的になっていきました。しかしこの辺りからさくらあやねさんに異変が起こります。さくらさん曰く声が出なくなるとのことでした。というのもビビッドレッドオペレーションというアニメのアフレコ1時間前に全く声が出なくなってしまいました。そして病院に行き、病名は声帯結節だったそうです。ここから1年半声が出しづらい体調の中、次の仕事はどうやったらもらえるのかだけを考えて取り組んでいたそうです。まさに絶望の期間だったと振り返っています。そしてそのまま2014年に入り、不安だったと思いますが、ご注文はうさぎですかの主人公ココアことホトココアを演じ、アニメは爆発的にヒット。そして声優さくらさんがブレイクしたと言ってもいい年で、しんどい中でつかみ取った一作でした。この辺りで心身ともに成長し、病気もほとんど治療が終わっていて、ここから先の未来が見えてきたと思っていたと思います。ですがこの年にあの噂を呼ぶもう一つの種がまかれてしまいます。というのも、大学生活にまたうまくなじむことができず、ぼっち飯を食べていたなんてインタビューで答えていたため、高校生時代の話題もあり、もしかしてさくらさんって性格悪いんじゃないという声が上がり始めてしまいました。ですがここまでの2つの噂で言えば、嫌われているだの、性格悪いだのという噂は所詮尾ひれのついた噂です。仕事と学業を両立するのはとても難しいことということでしかないんです。それよりもこの年齢で声優として地位を確立していることの方がすごいはずなんです。ですがここからより性格が悪いというイメージが広まってしまう出来事が起こります。その話に行くには時が飛びすぎてしまうので、2015-16年に演じたキャラクターを紹介します。2015年にはあの人気アニメニセ恋のメインヒロインの一人、小野寺春や神アニメ製造機のキーの関係者によって制作されたシャーロットより、ともりなお、アニメ好きなら誰でも知ってる俺ガイルより一色いろは、どのキャラクターもただのおとなしいキャラではなく、隠れた一面を隠していたりと幅広く演じ分けています。2016年には今でも大人気のヒロアカこと僕のヒーローアカデミアのヒロインうららかお茶子を演じ、またもや大ヒット。この辺りまで来れば声優が好きな人以外でもさくらあやねさんに興味を持つ人が多くなったんではないでしょうか。2017年、ヒロアカのビッグウェーブに乗り、ボールルームへようこそでは花岡雫、宝石の国ではボルツを演じてより名前が知れ渡るようになり、当時人気のあったニコニコ超会議という舞台に立たせていただくことができました。ですが
ここでファンと埋まらない一つの溝が掘られる出来事が起こります。さくらさんを含む3名で舞台へ顔を出すと、一斉にカメラで写真を撮られてしまいます。ここで写真を撮ること自体は全く問題はなく、許可は下りていました。ですがさくらさんに写真撮影が OK なことを知らせてなかったこと、また元から写真が特に苦手であったこともあって、さくらさん少しびっくりしたそうです。そこで、すげえやだ、A子はジャスティン・ビーバーってこんな気持ちなんだとコメントしてしまい、写真が OK であった観客から少し引かれてしまったということがありました。ですがここまでであればきつめの冗談程度で終わったのかもしれません。問題だったのはここからで、そのすぐ後に今年のニュースは何かありましたかと問われ、今の今カメラで撮られたことです。私写真とか嫌いだから、 SNS に上げた人全員アンチだと思うからと発言してしまい、このことが取り上げられ、さくらさんと一部ファンの間に亀裂が入ってしまいました。だからといって仕事が減ったということはなく、声優としての活動はどんどん増えていって、2017年であればテレビアニメだけで17作品、他にも劇場版アニメやゲームなどもどんどん活躍の幅は広がっています。ですがまた溝を深めてしまう出来事がありました。さくらさん元よりスポーツに全く興味がないことを公表していたらしいのですが、とある番組にて泣ける話で、甲子園いいよねと話を振られた際に、全然興味ないや、なんで砂集めるのかわかんない、お土産にするのと野球について全く興味のない素振りを見せたり、スポーツ長いんだもん5分でいいなど、スポーツ全般興味がないことをストレートに発言してしまい、スポーツファンからしたら面白くない話だったのかもしれません。さくらさん自分の意思をはっきり持っていていいことだと思うんですけど、こういう時にファンが減っちゃうのはもったいない気もしちゃいますよね。ですがまた新規ファンを獲得する何度目のブレイクなんだと言わせる超ヒットアニメに出演します。それが2018年5等分の花嫁です。内容なんか説明しなくても皆さんわかると思います。一人の主人公に対して5人のヒロイン、誰が主人公とくっつくのか、みんな違ってみんないいという言葉がぴったりなアニメですね。その5人の中の一人、中野四葉役を務めています。再ブレイク作品であり代表作でもありますよね。皆さんは中野四葉役のさくらさんはお好きですか？好きだという方はチャンネル登録よろしくお願いします。2020年以降も進撃の巨人ではガビ・ブラウン役や、2021年には幼馴染が絶対に負けないラブコメ勝ち白草役、見える子ちゃんではニグレドー・ユリア役など主要人物に多く携わってきていて、2022年には恋は世界征服の後での北条アンナ、大人気作品スパイファミリーの新キャラクターフィオナ・フロストと、落ち着いている役から活発な役まで守備範囲が広すぎますね。皆さんはどのキャラクターでさくらさんと出会いましたか？私はごちうさのココアちゃんです。そして2023年の1月のアニメにももう出演が決まっていて、スパイ教室よりサラ役、氷属性男子とクールな同僚女子よりおとなしさん役、ドサンコギャルはなまらめんこいでは冬木みなみ役と、どれもメインキャラっぽいので、私を含めさくらさん推しには目が離せないラインナップですね。ちょいちょい口が悪く見えてしまうさくらさんですが、その芯の強さでここまで上り詰めてきたと言っても過言ではないと思います。今回の動画では少し長くなりすぎると思い、キャラをあまり紹介できませんでしたが、このキャラ特におすすめだよというものがあれば、よかったらコメント欄で教えてください。ということで今回はさくらあやねさんについての紹介でした。他にもいろいろな声優さんを紹介していますので、声優が好きな方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次のスタジオでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。